おざーす。お疲れ様です。今日トラブルがあってもう本当に頭真っ白になったんやけど、9時50分に乗るフライトの飛行機がまさか、キャンセルになって、いやびっくりやな。夜中3時のメールは明日の朝の10時半の飛行機、なんとか取れて、とりあえずミラノには行けるんで、まあこの状況を楽しみながらやり遂げたいなというふうに、思っております。っていうことも可能ですし、来てて、あ、決めオッケー、あの自分がここに対して、なんかこれ物ですよ。すごい、大事やね。ちょっとまたあの当日、はい、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。お願いします。ありがとうございます。ちょっとあ、説明も2着目ですよね。肘から行く時に後編。またなんか歩きそうな気がしてて、もうこれ。金箔のつるなんですよ、これ。ほんまのゴールド、金箔入れてるんで、いや、これは本当に楽しみかもしれないです。これが世界の方に見ていただけるってなると、楽しみだと思います。これ、本当に楽しみです。本当にもう、興奮してワクワクしてます。なんかトラブルあるんちゃうかなって思いながら、ちょっとこうとりあえずあと3時間後フライトなんでね、ちょっと準備したいなっていうふうに思います。はい、はい、ミラノコレクションに行けるっていうことで本当に、光栄ですし、男性テイラーとしてね、あの日本人初、の快挙っていうのは本当にもう嬉しいですし、本当に感動してます。まあ、僕がね、将来、その、海外のエージェントさんの、ね、会社の正規代理店として、ね、日本の正規代理店として、持ってきて、まあ、それをすることによってね、本当に子どもたちとか学生さんたちがね、あのミラノコレクション、パリコレクション、ロンドンコレクション、ニューヨークコレクションにね、あの少しでもね、夢に、ね、近づけるようなね、道筋をね、作ればいいかなというふうに、思っておりますので、まずはね、あの明後日のね、ミラノコレクションにね、集中してね、楽しみたいなと思います。パリ着きましたよ。より一層ね、熱い気持ちがだんだん芽生えてきたんで、もう少しでミラノに着きます。グラッツェ。Thank you.
まあ、今回ね、2回目のパリから、ミラノに、飛行機飛ばなかったんですけど、このトラブルがまた出会いにつながったっていうことが本当にまたこうストーリーになるんじゃないのかなっていう、まあ、この2回もこんな飛行機が乗れなくなったっていうのはもう多分二度と一生ないと思うんで、まあ、この状況を、楽しみたいなっていうふうに、思っております。とミラノに行けるかなと思ってるんだけどさ、うん、機内に全部スーツとか全部私物のスーツ置いてるから、まだ一緒のこれちょっと服装になってるんですけどこんなにより一層スーツがオーダースーツが恋しくなったのはなんか久しぶりかなっていう気持ちですよね。本当にやっとホテル着きました。まあ、ミシンが使えたら一気にこうこうバッと塗ってしまう。これやったら別にもう許せる範囲かな。そうか、死ぬ気で作ったなんて。フラッツェ、明日はミラノ古城デビュー戦のスタジオ、チーム時間になってやりましょう、楽しみましょう。楽しみ、フラッツェ。ですよね。いやもう今ドキドキしてワクワクして、もうあとはもう楽しみだけですね。もうすごすぎてどうしよう。いやー嬉しい。どうですか、松野さんです。よろしくお願いします。パルフィアトモスコバのマイクトモスコバの、いやこのパスをつけた瞬間にもうスイッチ入りましたね。いよいよソンフェリチェ、Thank you.
ですよこれ。お腹下とかはちょっと短くしなきゃいけないけど、基本結構ジャストサイズが多いですよ。2、3、OK? バックルームいきましょう。2、3、4、5、6、8、7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 、
始まります。今から撮れましたね。今もうちょっと疲れすぎてて準備してて、もう何も今考えてないんで、はい、とりあえずもうやるだけです。あとは以上です。マジ。グラッツェ。デイビッド・レア選手、レッツショータイム、エンジョイ。レッツゴー。
中井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。大成功で、気をつけて帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお世話になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまにいろいろ、いや本当にマジであんな機会でした。ほんまでもいい、ありがとうございます。めっちゃ貴重な経験、ありがとうございました。ありがとうございます。おいしいです。おいしいです。僕たち兄弟の、一つの夢やったんで、まあ、たったね、12分なんですけど、ただその12分のためにいろんな、ね、エネルギー、体力、イメージをしてきたんで、本番当日をね、迎えることができたんで、感動でもういっぱいでした。今回のね、あのミラノコレクションっていうことに関しては本当に世界四大コレクションの一つなんですけど、パリ、ニューヨーク、そしてロンドンですね、そのね、コレクションをね、まずね、成し遂げて、日本人初、テーラーのね、四大コレクションをね、成し遂げれたらいいかなというふうに、思っております。今までね、この11年間ね、本当に、地元のお客さん、家族、大切な方、業者の方、そしてね、デイビッド・レアの、ね、メンバーの、ヒロシ、ケイジュ、ユウヘイ、トール、ユウシ、モトキ、リョウタ、彼らはね、やっぱ連れていけなかったの で、あの今回ね、今私が着ているスーツですけど、ネームがね、ちょっとこう入ってるんですけど、彼の名前をね、しっかりとね、入れさせてもらってね、彼と一緒にね、ミラノコレクションに、ね、参入できてるつもりでね、それを胸にね、今後もね、挑戦、成長、そして、夢を与えられるね、会社にね、していきたいので、これからもデイビッド・レアをよろしくお願いします。嬉しさがなんか出てますね。なん
供たち、保護者もそうなんやけど、うん、めちゃくちゃ元気やし、めちゃくちゃ楽しんでるし、うん、もう好奇心旺盛やし、なんか本当に何よりもその楽しい、ね、学校が楽しいってみんな言ってるから、いや、このパワフルな気持ちっていうのは、なんか逆に俺らもパワーもらったし、将来俺らもミナノコレクションさんもやってると思うし、その時にさ、絶対1人か2人か3人くらいモデルやってもらいたいな。あー、そうなんだね。ミナノ日本人学校の子供たちを将来ミナノコレクションのモデルに、起用してやる、これまた本当にしようよ。あー、そうやね。